現ンチサポのツイッターでは三笘をもっと使いたい動きになってます。なるだろうね。やっぱ分かりやすくこの力あるからね。三笘中入ったとき怖さ出すには、あの、中入ったときの首振りと、あとどのコース走るか。だからさっきとかも、ここ走ってたりとか、ここで動いたら引きつけられて、外のマーチが振りになるんだけど、こういう後ろの人がこうボール持ってるときに、ここまで入ってきちゃう。ここでこちょこちょなんだけど、そうするとここ孤立して、結果、こういう動きないから、 大外一気に取ったりとか、この幅取った攻撃的な、だからあの、シテででハーランドががやってるる動きとかが必要になるんですよこういうなんか中には中の経験値だったりとか、最適解を瞬間的にやれる能力、このリズムの選択が本能での選択になるようなのが必要なんだけど、基本、ここに貼って仕掛ける選手だから、それがここでさ、いきなりそれやれって言われたらきついでしょ。 だから、それをやれって言って、そういう役にさせるよりは、僕は三マは、ワールドカップまでは、ここのもう最強マシンにしといた方がいいと思ってるんで、ロッペンとかはね、リベリオ引退までそんな感じで、まあ、リベリオはフィオレンティーナというのは中も入ったけど、ももうやっぱここですごかったから、だって、多分ここではあそこそこいい選手しかないけど、ここだと世界一になりますからね、三マは。その中に入った状態がプライして、外に広がるのは、ありだとは思うんだけど、そう。 60点、70点取れるか取れないかのところをやらせるよりは、90点、100点取れるところを置いときたくない。だから、うん。本当、世界一に僕は慣れる選手だと思ってます。だからこそ、ここでストレスなくプレーさせるために、ここの構造を整えてあげるあの。三笘と相馬のさんもそうですよね。あのウイングで。相手の,あの体の向きだったり、動き方とか、目線とかいろいろ見ながらプレーできるのは、三笘で。 相馬はそこがね、全くないとは言わないけど、やっぱりだいぶ落ちちゃうから。であとは軸足の深いところから持ってきますよ、ねえーっとえー。蹴り足の深いところから、軸足前に出した状態から、後ろから一気に三笘持っていったり、そう持っていくと見せかけていた人がいいけれど、相馬の場合、縦に行くんだけど、ちょっとボール置く位置がちょっと前になったりとかして、普通にストライドの,あの幅を使い切れないみたいなのがありますよ、ね。だから、比べる相手が三笘だったり、比べる相手がペドリだから、まあ、相馬とか、 だけどねでもやっぱり、えー、トップオブドップでサッカーやるってそういうことになりますもんね。悪くはないんだけど、比較対象がなっていう。で、三笘がチームとしてどう攻めていくかの決まりごとはいろいろ持たないといけない。狙いの細かさも全然足りてない。フィールド内の自分たちの対応力に、えー、行ってしまってるが、これがね、頼ってってことなのかな。しまってるところがあるみたいな。もうしっかりない中で自分らでやれって言われてますみたいな。三笘のね、こう。 ひたむきさがね、だいぶ政治力的には不安なところに出てるんだけど、でも、三、ま、笘、あ、に政治力は求めないから、よくぞ言ってくれたって感じですよね。で、森保監督に、まあ、これ、ぶつけてるんですよ、これが素晴らしいですよね、この記事の。で、これに対して、こういうふうにコメントしてますね。えー、本人からもそういう話があったし、メディア上でもいろんな話をしているが、彼自体が、彼自体が、三笘自体が戦術であるというところ、こ,こで打開する能力があるからこそ、そこを託している部分はあると。 急に戦術みとまですよ。結構控えで使ってたのに南野の立場っていう。<laughs> ずっと左で使われてる。南野の立場ってね。俺、今後控えかなみたいなブラジル戦以降は研究もされ、この突破は難しいと感じながらやっていると思うが。 世界で戦っていく上では彼自身もこれからプレミアで戦っていく世界のトップトップトップオブトップってことかなで戦っていく時にここで少しでも自信を持ってもらうことが所属チームでの経験につながると思ったしそれが日本の武器として成長につながるという見方でプレーしてもらったらつまりお前が成長してチーム救えですね <laughs> お前もこれからもっと厳しくなるからまずここで一回経験させてやったから今後も成長よろしく <laughs> ブンブンってことですよね森谷さん であとは、えー、また三まりマークが集まることについて、パラグアイ戦では薫がボールを持った瞬間、伊藤が何度もオーバーラップを仕掛けて、彼のこの突破を助ける状況があった、今後、チームの形としてやっていかないといけないが、と <laughs> ってことは今、あれは形としてはなかったね、チュニジア戦でも3人は引きつけられていたので、それだけでも他の選択肢が生まれると前向きに受け止め、自分の好きなプレーである突破するというところでは、しないと思う <laughs> そんなことは多分言ってないと思うんだよね。認まって別に突破できなくても、奥見てアシストとかもしてるし、ね 突破を一つの武器として捉えてる選手だと僕は思うんですけどね絶対三マこれ聞いてたらそうそうそうって思ってると思う別にあのね突破だけのアダマトロールみたいなドリブラーじゃないですよ俺って思ってると思うんだよねでこの後がね結構なんだよあの、えー、たくさん他の選択肢が生まれているのを感じてもらえればみたいなだから突破できてないけど他に選択肢できてるからそれ我慢しろみたいなことなんだけどまあ ここからですよ。シニジア戦では伊藤に全部オーバーラップを仕掛けろと言ってれば状況は変わったと思うが、<laughs> まずは独力でいける選手になってほしい。そういうところを見ながら試合の流れを感じながら指揮を取らせてもらう。僕、絶対三笘、オーバーラップしてくれってことを言ってるんじゃないと思うんですよ。俺、このまま一人で突破するのきついから、オーバーラップさせてください、森保さんっていうことじゃないと思うのよ。三笘さんに引きつけます。例えば、具体的に言うね、あの概念的な話にしたくらいから。赤相手だとして、三笘ここで仕掛けるじゃん。 この時に、まあ、ここが、まあ、一人強かったりとか、ミリターみたいに。もしくは、相手が、こう、カバー入ってるとか、っていう状況だと、この時に空くスペース、ここでしょって時に、ここで、一人二人、三人引き付けられてると。ってなったら、ここに人が来るとすんじゃん。で、ここ戻した後に、ライン乱れてるでしょで、戻した後、ライン上げるってなって、こう、ぐちゃぐちゃなんですよ、人間だから。って時に、こっからのクロスに対して飛び込めるみたいな。これも一個の戦術じゃん。で、こういうのやってるのマンチェスタしてやん。で、これって別に難しくない。うちでもこれやるんだけど、 より一層日本代表とかのこと失わないから、こんな素人のチームよりも、全然、今、謙虚に言いましたからね、わざと。<laughs> 全然やれるんですよ。っていうのを何も作ってない中で、お前突破しないと、みたいにされてるから、いや、それ別にいいっすけど、日本が勝つ上では、こういうのをちゃんとやりましょうよっていうのが、三笘の話なんです。だけど森保さんは、ここオーバーラップを毎回してれば変わったと思うかって。全部オーバーラップなんて無理よ。っていうか、理にかなってない。なんでかっていうと、深い位置で三笘がこれ仕掛けてる時。 どこにオーバーラップするスペースあんのって話じゃないですか。だから、どこでオーバーラップするか。これ、決めてるチームっていうのは、ウィングとサイドバックが1対1になったときに2対1する。これが2対1だったら、いったとしてもまだ1対1だから、まあ、三笘が1対1な仕掛けカワセせる選手ならこれでもいいんだけど、基本的には逆サイドに相手を引きつけて、そこから大きく展開した後に上がっていくみたいな、アーセナルのティアニーとかがやってるパターンだけど、そういうことなんですよ、オーバーラップって。 こういう状況全部ぶっ飛ばして、オーバーラップ全部させてたらチャンスになったかもしれない。その状況変わったと思うっていう風に言ってるのは、マジでサッカーへの理解が薄い <laughs> 薄いあるがって感じだったけど。<laughs> そう。だから、まあこういうね、この森保監督の薄さっていうのを可視化させてくれるインタビューっていうのは、こういうのが大事だし、こういうのを試合後とかもやったらエンタメになるし、こういう人がまあ代表を率いてるっていうのが今の日本のレベルです。 で、今はね、久保は入ってるけど、やっぱりそういうなんかスーパールーキーの枠だろうから、まだ。だから久保とか冨安とか田中尾とか、この辺が中心になって、リズムで代表のサッカーをできる人たち、リズムだけど、それを感覚にまで落とし込んでる人たちが中心になった時は強いと思いますね。三苫とかもそうだもんね。あの、自分のドリブルを研究するためにね、大学の研究科目、抜けるドリブルみたいなのでさ、自分の頭に CCD つけてみたいなやったんでしょ、なんか。 うそれで言うと久保もそうだし、三笘もそうだし、両さなら現状、日本代表の最初ライン、どういうメンバーしますか板倉の選手は、そうだね。僕だったら、左から、いや、むずいな、左のサイドバックは、相手によりますね。中山、伊藤、長友いるけど、センターバックはあれですよね、富安と板倉にしたいですよね、正直、最近の吉田のパフォーマンスだった、ね、で、右サイドバックは堺井ですね。あと、はたっているでしょう。うん 縦と伊藤かな。縦、伊藤、長友でギリギリまで見ますかね。難しいよね、日本代表。そう、冨安と坂井宏樹は絶対ですけど、板倉もね、またディフェンスラインだけじゃなくてね、やっぱ中盤のところで、スリーセンターの配置を変えたいですよね。森田アンカーで、右インサイドハーフを、あのー、田中青にして、左インサイドハーフを遠藤渡りにしたいですね、あのー。右はね、サイドバック上がんないから、で、右ウィングのさ、あの伊藤也が張るじゃん。 だから、右のハーフバイタルのところ、田中を置いて、デブラインでやらしてで。左に関しては、えっと、三笘貼らして、えー、っと、あ、でも三笘貼らせるんだったら、えー、トップの選手、久保になると、本当は左ハーフバイタルにそっち移したいからね。3、3、4から攻めたいんで、僕の場合。うん、だから左、でも普通に旗手かな。で、旗,旗手がハーフバイタル入ってくるかな。で、遠藤渡るがバランス取るか。まあ遠藤渡るに今、ジャカやってることやらせてもいいですけどね。 一回どういう風になるのか。ゴール前ガンガン入ってくわ。守備の時ダブルボランチとか戻るわ。みたいな。遠藤渡るのちょっと限界に挑戦させたいですけどね。遠藤航がベルナード・シューバーみたいなことできるのか。みたいな。